皆さんこんにちは、こんばんは、デュハです。今回なんですけども、たまたまヌーブさんの配信見てたら、なんかムカキンさんこんなこと言ってるんですよ。マゲリアムちゃんボコした時、ムカキンさん、僕こういうことやめますって言ってて、言ってない。いや、そう、アムちゃんって、俺たちは、なんやろ、別にそんな勝ちにこだわってないからって、うん、で、この動画は表に出さへんし、阿部ちゃんが買ったところだけ出して阿部ちゃん勝手にするから、うん、ムカキンさん一生ついていきますって言ってたから阿部ちゃんがな。はい、こういうことなんですよ。もう今俺怒り狂ってますマジで。はい、ってことなんで今からムカキンさんと動画撮る撮影する予定があるんですけど、もうそれを振る虫で、今回はねムカキンさんにマジでちょっと怖い子でやめるからアルファに抜けるというドッキリしていきたいと思います。今の時刻はねこの時間帯です。ことなんでムカキンさんを懲らしめましょう。レッツゴーってことなんで、ムカキンさんからディスコード収集かけられたんで行きたいと思います。お疲れ様です。いっすー。何動画撮るんですか？何する今、はい、時間的にゲリラも無理やし、どうしよう。なんか、いいよ。どっちの動画にする？俺の動画か、アブちゃんの動画。ムカキさん動画でいいっすよ。俺の動画。何にしようかな。編集中やんでもいいけどな。ああ、でいいっすよ。あ、てか、ムカキンさんに、そういえば、ちょっと話したことがあったんですよ、一つだけ。何？話したこと、まあ、相談かな。うん。最近ちょっと、マンションですか？いや、ありません。マンションじゃないですけど、いや、じゃあマンション買ってください。ありません。はい、っていうのは、冗談で、マジであるんですけど、うん。最近、なんか家庭の事情が、まずいんですよ、結構。冗談的で。うん。それで、まあ俺引っ越しする羽目に なっちゃいそうで、なんか、まあ、最近配信で結構まあいいプレイができておらず、結構まあそんなことなくない？批判とか来るんですよ。いや来るんですよマジで最近本当に。それでなんかもうめちゃくちゃ最近結構病んでて、まあ、自分でもあれなんですけど、うん、それで小屋行動なんかまあ引退っていうよりは休止しようかなと思ってるんですけど、ダメ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 絶対ダメ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 100ダメ絶対ダメ絶対ダメ。ちょっといろいろあるんです理由が。何？俺が解決する。何何何何？いやまずもう生活習慣ですよ。もう小屋行動に来て生活習慣が本当にもう狂わされてて、うん、でもとんでもないですもう最近いやマジで最近本当に体調不良が本当にすごくて。あ、まあでもそれ言ってたな。そうなんですよ、体調不良がすごいんですよ本当に。のもあるし、なんか最近もうなんか、うん、結構もまあ有名インフルエンサーってやつですか、いわゆる、ね、有名になってきて、まあ、影響力も知名度も、うん、それで結構、うん、やっぱその分メンタルももう強くならんといかんしみたいな。うん、なんかそんな感じなんですけど。大丈夫、もうバカほどファン多いし、生活習慣に関してはアルファでの、大会とかも休めるとき休んだらいいやんか。いやデリラも無理してでんでいいし。じゃあアブちゃんは、はい、アルファでの企画は出ます、21時から23時出ました、で体調不良ですってなっても、はい、で休んでいいよっていうのにゲリラ出るやん。なくていいんやったら、ぶちゃん休んだらいいよ全然、こっちでも言うしマネージャーにも言うし。俺ゲーマーじゃないから分からんけど、何時間やっててもしんどいの分かるから。いやマジでしんどいんすよ。それで最近戦ってるんですよ病と。病なの？いやもうなんか生活習慣、いや睡眠不足が引き起こす、まあ、これやったら休んでもいいから引退とかそんなの言うのやめよう。いやそれは引退は家庭の事情なんですよ。だからもうなんかどうせ来年からこういうことできなくなるんですよ。なんかその、まあ、身内の元で働くっていうか、まあ、手伝わんといかんくて。そうなんですよ。ガチなやつで。そうなんですよ、新潟に農家のあれで行かないといけなくて。
死のは いや、死なさんでないです。ガチで死なさんでないですけど、ゲームしたらマジで。一回さ、アブちゃんのさ、親と話させてよ。あー、全然いいですけど、多分全くもう何も意見は変わらないです、本当に。もう俺もこのクリエイター業、まあ、してるってことは知ってるじゃないですか、親。ムカケンさんとも話したし。やけど、え、親も喋っていいん？はい、いいっすよ、全然。え、ガチなやつ？ほんま動画とかじゃない、これ。え、ガチっすよ。マジっすよ、ほんとに。動画とかでなく。あ、ガチな？ガチっすか、ガチ。悔いないん？ないっすよ。ないことないやろ。いや、ないことないですけど、ほんとに。でも、アルファディのおかげで、ほんとに。ここまで来れたってのはマジで感謝してるんで、ムカケンさんには。いやいや、自分の力よ、これは。いやいや、声出し。アブちゃんの、いやいや、声出しとかもあるかもしれんけど、アブちゃんのファンはアブちゃんのセンス 100%。 いや、もうアルファディメンバー声出しする気なかったんですよ、本当に。ムカケンさんがね、背中押してくれて声出しできるなって、それは本当に感謝してます。やってない。いや、まあプラスになってくれた分ではいいけど、なんかそれを失うっていうのはマジでもったいないかな。なんかそのもちろんアルファディにアブちゃんの代わりはいませんっていうのもあるけど、はい、なんそれよりも夢のぶっちゃけアルファディのことは別に考えんでいいわ。あの迷惑がかかるとかやめてどうなるとかは考えんでいいわ。ただアブちゃん自体のことが俺は怖いなっていうのは思う。だからこの農家とかもさ、はいはい、ガチで行くんやったら、シノアもそれで行くって言ってるんやけど、あの行く分にはいいけど、これで行きますさよならバーンじゃなるんじゃなくて、絶対戻ってこれるような環境を作っといた方がいいと思うし、農家しながらとかでも配信業できひんかったら多分できると思うやんな。いや、まあ確かに高校で辞める理由は、まあ引っ越しとか、まあ家庭環境もそうなんですけど、いや最近だからほんと引っ越しでなんかあるんやったら、はい、もう機材はあると思うけど、家でも俺用意するで。この農家のとこの家のとこしか無理なんやったらこっちでも出すから、これは別にアルファで辞めてでもいいから、配信は続けた方がいいと思うわ。いや、配信は本当にメンタルに来るぞ最近。いや別に俺がコラボしてるやん。家とか全然大丈夫さ、本当に。それはおこがましいさ、本当に。大丈夫。いやいや、違う、ガチな方だよ。大丈夫っすよ。家とかは本当に。じゃ、辞めるぐらいやったらっていうのはある。で、解決策見つける。アブちゃんが配信を、やめます、配信業やめます、その理由は何々やったら、この何々を解決しようよ。メンタルが来るんやったら俺が別にコラボしてもいいやん。俺コラボして俺の方ヘイト来るようにしてもいいし、無限も絶対そういうのやってくれるし。いや違うんすよ、本当に。やっぱ何のメンタルが来るん？アンチも来へんやん。いや来ます、マジで来るんですよ本当に。腐るほど。いやいや、これやったら違う、大丈夫、絶対もう俺の方が腐るほど来るから。こういうネットマグネット活動がいかにもきつくとか最近分かって、でもう無限にもこの話してるんですけど、うん、これはもうなんか次のとこ応援するみたいな、もうなんかあったらまた俺に助け求めろみたいな言われたんで。あいつクソすぎんこれ。いや、なんか次のアブちゃんの次の道を応援するみたいなこと言ってたんで。いやー、ほんなん綺麗事やって。普通にどう考えても今辞めるんなんかはるかにもったいないもん。あいつよりも俺配信が長いから。もったいないのは知ってるんですけど、うん、今後のために仕方ないことなのかなっては。ええ、全然仕方なくない、全然仕方なくない。いや、全然仕方なくない。もういや、もういい、やぶちゃんほんまに大丈夫。とりあえず一回考えてみ、寝たら絶対治るから。いやそれもう本当にこれ考えたのもう1ヶ月半ぐらい考えたんですよ。本当にもうこんな環境でずっとやってたら本当にもうメンタルも心身ともにずたぼろっすよ本当に。なんかいい方法絶対あると思うけどな、アブちゃん。いや、ないっすよ。もうほんと、いろいろ全部ずっと探したんですよ、俺。昨日。寝らずにもう、最近。ずっと寝らずに探しまくってみたいな。まあいや、一回、あれ、今月一回こっち来るやん。ほんとに話そう。いいっすよ。まあいいわ、とりあえず、あれする、来週やろ、来るの。そうっすね。今週か。うん。
回その時喋ろう。まあ、なんか俺も方法見つけとくわ。わかりました。うん、いや今日動画撮るのやめよう。わかりました。うん、また明日ね。またはいはい。やばい、ムカキンさんさばかでツイートしてるんやけど。ムカキンさんやめろよゲーム、バカ。